エドフ神殿は、最高神ホルス・アポロより、アポロノポリス・マグナとして、ギリシア・ローマの時代に知られたエドフの町のナイル川西岸に位置する古代エジプトの神殿。エジプトで、最も保存状態の良い神殿の一つである。中には、第一列中室入り口のホルス像ハヤブサ神ホルスに、捧げられた、この神殿は、エドフのホルス神殿として知られ。 プトレマヨス朝時代の紀元前237年から57年にかけて建造された。その壁にある碑文は古代エジプトのギリシアローマ時代における言語、神話、宗教について重要な情報を提供する。特に神殿に刻まれた建物の記載は神殿の建設の詳細な記述を提供すると同時にさらに創造の島のような本神殿並びに 他の神殿すべての神話的な解釈に関する情報を保持している。さらに、ホルスとセトとの長年の対立に関連する神聖な物語の重要な場面と碑文がある。それらは、ドイツのエドフプロジェクトにより翻訳されている。エドフ神殿の平面図と門南ガメンズエドフは、デンデラ、エスナ、コムオンボ。 フィライを含むプトレマイオス朝時代に建造された、いくつかの神殿の一つであった。その規模は、時代の相対的な流星を反映している。現在の神殿は、西暦期限前237年8月23日に、まず列中室、二つの横軸の広間、礼拝室に囲まれた聖船の至り聖書からなる、ところより始まった。建築は、 プトレマイオス3世の統治時代に着手され、プトレマイオス12世の元紀元前57年に完成した。建物は、やはりホルスに捧げられた初期の小さな神殿の場所に築かれたが、以前の構造は東西を向いており、現在の敷地のように南北方向ではなかった。崩壊した東門は、現在の神殿のちょうど東にあり、碑文の証拠においては、 新王国の支配者である、ラムセス一世、セティ一世、及び、ラムセス二世の下での建設計画を示すものが、見つかっている。神殿の中心にあるイタリ聖書の内部へド府神殿の、壁面のレリーフ神殿の集中式中には、タジシツ入り口の正面西側初期の建物の遺跡としてのネクタネボ二世の神殿は、内部のイタリ聖書の中に保存され、独立して建っており、 神殿の聖船イタリ聖書は9つの礼拝室に囲まれている。エドフ神殿は、紀元三百391年のローマ帝国での非キリスト教崇拝を禁止するテオドシウス一世の直令に従い宗教的な建物として用いられなくなった。他のところと同様に、神殿に彫刻されたレリーフの多くは、エジプトを支配するために来たキリスト教信仰者により、 破壊された。現在に見られる列中室の黒くなった天井は当時京都された宗教的彫像の破壊を意図した放火によるものと考えられている。何世紀にもわたり、神殿は吹き積もる砂漠の砂やナイル川によって堆積した川の沈米の層の下12メートルの深さに埋没することとなった。地元の住民はかつての神殿敷地の上に家を建てた。 1798年に唯一神殿の塔門の上部が死人されたことで、神殿がフランスの遠征によって確認された。1860年には、フランスのエジプト学者のオギュスト・マリエットが砂地からエドフ神殿を発掘、清掃する作業に着手した。エドフ神殿はほとんど無傷であり、古代エジプト神殿の非常に良い例である。 江戸府の考古学的に重要であり、かつ、保存状態の良い神殿は、ナイル川を巡行する多くの川船が頻繁に、停留するエジプト観光の中心となった。2005年に、神殿への入場において、ビジターセンター及び舗装された、駐車場が増設された。2006年後半には、夜間の訪問ができるように成功な照明装置が、付け加えられた。 江戸府神殿は、ハトホル及びデンデラのホルスに捧げられた最大の神殿である。そこはホルスに奉納する様々な祝祭の中心であった。毎年、ハトホルが江戸府のホルスを訪ねるためにデンデラの神殿から南に旅し、その二神の聖なる結婚を示す。この事柄が大規模な祝祭及び巡礼の要因となった。江戸府神殿は、 リーズのホルベックにあるテンプルワークスのモデルになっている。江戸府における中庭の支柱がリーズの建物の前面にしっかりと模倣されている。ありがとうございます。